で実際にこのような、ストレージの仮想化を行う際にやはりサーバーがブレードで、集約仮想化をしたのであればストレージもブレードサーバーみたいなものがあると嬉しいなという声を、最近よく聞きます。ブレードサーバーメリットたくさん、実は、ございまして、このように、筐体の CPU 能力が必要になった場合にエンクロージャーの中にブレードを差し込むだけで簡単に CPU 能力が増えたり、モジュラーベースで単位、管理をしているので非常に、利便性高いという、声を聞く、製品だと思います。またサーバーを、差し込んでですね、電源を入れるだけですぐに使えるようになるということでメリット、プラスアルファとしてたくさんございます。これらを、使って VMware を動かすことでさらに効率的なサーバーのインフラが築けるということで、ストレージにもこの、ブレードのような機能があるといいなということでいくつか特徴をまとめたのが向かって右半分になっています。ストレージ仮想化への期待として、言われるのはブレードサーバーが CPU リソース必要になったタイミングで増やせばいいという発想のものであればストレージも全く同じようなことができると嬉しい。何かというとモジュラー構造のストレージを筐体の中に差し込むとすぐに容量や性能の拡張利用ができるという、機能が欲しいよというのが市場のお客様の声となっています。また今までのストレージだと簡単ではなかったんですが増設をして電源を入れるとすぐ利用可能になるストレージが欲しいよという声も、よく聞かれます。でいくつかこのような、ストレージ仮想化への期待があるんですが、従来ストレージというと SAN や NAS というテクノロジーですのでこれらのストレージデバイスで本当にこのようなグレード版ストレージというものが作れるのかといった疑問不安に駆られているお客様非常に、多いと、思います。で本日はこのようなブレードサーバー版ストレージとストレージ版ブレードといったものを、ご紹介していくわけですが、愛知のこのクラスターストレージという形でそのような機能を皆様に、ご提供させていただいています。アイシロンのストレージは今までの SAN や NAS と全く違うデータの保護の形式とアーキテクチャを持っているのがまず、仕組みでありそして強みでございます。従来ストレージ製品考えますとレールという機能を使ってデータを堅牢に守ろうという発想があったりそれらをボリュームマネージメントし初めて、ファイルシステムとして使えるのが一般的な、前提必須のテクノロジーだと考えられてきておりますが、アイシロンではこのような今までのストレージデバイスで大変だったレイドやボリュームマネージメントを行わなくても良いという発想のもとアーキテクチャを新たに自ら独自で作り上げています。今アニメーション動いておりますがこの 1FS という OS が動いたモジュラーの筐体をですねどんどん積み木のようにただ積み上げていただければ簡単に容量や性能を拡張することができるのがアイシロンのストレージの特徴です。今アニメーションでご覧いただいたようにブレードサーバーがエンクロージャーに差し込むだけで使えるのと全く同じようなイメージでストレージもモジュラーを追加するだけで簡単にファイルシステムが簡単に、増設できるのが、アニメーションでご理解いただけると思います。アイシロンではこのようにモジュラーを追加すると容量が増えるんですが管理するファイルシステムが一つであるというところがポイントです。今までのストレージデバイスの場合ですとファイルシステムの容量の上限値 16TB 以上になるとボリュームがたくさんできてしまって結局管理が複雑だといった、声を聞いておりますのでアイシロンはそこを工夫してですね容量がいくら大きくなったとしても単一ファイルシステムで管理対象を一つに留めることができるのが大きな特徴になっています。このようにシンプルに運用できるアイシロンのクラスターストレージとブレードサーバーそして VMware を組み上げることで本当の仮想化のテクノロジーがサーバーのサイドからもストレージのサイドからも実現できるというふうに考えております。アイシロンでは VMware と連携したシステムを組み上げる上で2つの活用方法がございます。まず1つは VMware の仮想 OS から外部ストレージとして共有する方法、そして最近 VMware の認定を取れたテクノロジーとしてはゲスト OS をアイシロンのデバイスの中に格納しておきアイシロンの中からゲスト OS をブートするということができるようになっておりますので本日はこの2つの側面で、最終的にデモンストレーションまでご覧いただきまして今までのストレージデバイスを使っていた時とアイシロンに、することで得られるメリットというものを順番に、比較してご覧いただきたいと思います。